たんとご飯行った話。マジ久々。かなたんと結構前、もう結構前になっちゃうんだけど、そうご飯に行ったんですよ。ゆきはなラミーのお借り手選手権っていうやつの、あの景品としてプレゼントした、そうかなたんにね、おいしい肉をおごるっていう、おいしいお肉を食べに行ったんですよ。個室が本当は良かったんだけど、完全個室が取れなくて、まああの結構個室みたいな感じ。あの完全個室で、もう周りが全部壁で囲まれてるとかじゃないけど、個室になってるみたいなご飯屋さんに行ったのよ。半個室より、まあちょっと個室みたいな感じの。そこで、ね、もう今日は何でも食べてくださいよっつって、本当にみたいな、じゃあもういっぱい食べちゃうねみたいな感じでさ、あの焼肉に行ってきたんですけど、いやね、美味しかったよ。お肉美味しかったし、マジでね、女子会だったね。ずっと喋ってた。大声は出してないけど、大声は出してないけど、普通にまあまあ3、4時間喋りっぱなしで喋ってた。マジで盛り上がって、マジ楽しかった。かなたんとはね、無限に喋れるね。本当に楽しかった。なんだろう、話した内容はそんなになんか濃い話はしてないんだけど、最近の面白い話みたいなやつをさ喋りながら、気がついたら2時間3時間突っ張ってて、アイス食べていいって言ったら、え、いいよいいよっつって、え、僕も食べようかなみたいな感じで、途中でさアイスを挟んで、その後また肉食べて、で最後にまたアイス食べてみたいな、無限に終わらない焼肉編だった。でなんかラストオーダーですけどって言われて、それね、もうしょうがないからラストオーダーも頼んで、でギリギリまで喋って出てきたんだけど、楽しかった本当に。かなたん食べるのね。いや、すんごい食べてたわけじゃないけど、なんかちまちま焼きながら食べてたらそんな時間になっちゃった。その店がね、閉店が結構早かったのよ。割と早めの時間に解散して、やっぱね、コルメンとね喋るとね、まあ楽しいよね。単純にまあお仕事の話もそうだけど、あ、でもまあまあ活動内容のことかな、活動内容のこととかさね、あのまああんま大っぴらに話すことじゃないから、そんなちゃんと話してない、全然なんか日常会話だけど、あんまりなんかそういうの話せる人もいないからさ、友達とかもいないからさ。服どうだった？いや、あのね、可愛かったんよ。え、なんかカナタン今日おしゃれしてきたみたいな、めっちゃ可愛い服になんかほんのりメイクもしていて、え、カナタン今日、え、なんかデートみたいな、すごい可愛かったよ。ジェラピケ、いやジェラピケはパジャマやん。うっすらメイクしていて可愛かった。可愛がめっちゃ可愛かった。なんかでもすごいなんか超メイクしてるとかじゃなくて、なんかちょっと色付きのリップ塗ってますみたいな、あとなんかちょっと可愛げなワンピースを着いた。ラミーの知っているカナタンじゃなかったね。そこにいたのはカナタちゃんだった。今度なんか別のホロメも誘って、なんかその3人とか4人とかでご飯行きたいよねっていう話をしていた。解釈不一致。いやね、ラミーの中のカナタンはね、やっぱり上下とんでもない服を着てるっていうイメージだったんだけど、この間のカナタンは普通に可愛いカナタンだったよ。中学生レベルに成長したか。いや、とんでもねえな。とんでもねえこと言ってんな。全然可愛かったよ。毒図の4人組か。あとはあの、アズアズとね、あやめ先輩とね。確かにな。他企業とは飯しないの？ラミー、他企業に知り合いがいないんですよね。ホロライブにしかね、あの知り合いがいないんですよ。ねえ、すいません。ラミーの世界狭いんですよ。コラボしに行こう。そういうのはね、もうあのオマルンが、うちのオマルポルカが大事じゃないや、得意なんで。ノムさんとかは、まあ、ノムさんはね、あのサントリーノムさんね。ノムさんはお知り合いというか、まあ、あのお仕事で一緒にさせていただいたって感じで、あの連絡先も知らないんだよな。ういママは一回遊んだんよ、普通に。でも表で絡んだこと一回もないんだよね。でさりげにういママはなんかね、過去2回ぐらいかな、絡む機会があったんだけど、ういママがなんかそのちょっと、となんか突じゃないけど、そういうのにラミを誘ってくれたりとか、一緒にコラボをするみたいな話もね、あったんだけど、偶然、両方とも、まあ、いろんな関係でなくなっちゃいまして。だからね、あんま表で、マジで一回もまだ絡んでないんだよね。チョコ戦が遅刻したやつ？え、そうそうそう。今度、ラミ遊びに行こうよって言ってくれて、行く行くって言ったら、そこに、カナタンと、カナタンじゃない、ウナタンと、
ウイママとラミーとチョコ戦という謎のメンバー選考で、チョコ戦が遅刻して寝坊して、もう初対面のウイママとナタンとラミーでめっちゃ気まずい中待ってたっていう、いやマジで気まずかった。だってウイマママジ初手初めましてだし、そん時ナタンもそんなになんていうか話せる間柄でもなくて、あみたいなあーみたいな、チョコ戦がいないとどうにもならないようなさメンツだったのに、マジで気まずかったよあの時は。いやでも楽しかったけどね、マジで。チームラボに行って、その後アスレチックとかもやって、その後ご飯食べに行ってみたいな。今なら大丈夫じゃない？いやさすがに今は大丈夫だよ、全然大丈夫だけど、ウイママはね絡んでないからな。あれかな、パンツ見えてたやつよう覚えてるな。そうなんですよ、チームラボでね、下がさ鏡張りになってるところがあってさ、当たり前のごとくパンツが見えるんですよ、スカート履いてる人は。びっくりする、あれ本当に。下も鏡張り、全部がなんかドア なんだろう、いろんなとこが鏡張りになってて、スカートでちょっと短めの人とかがいるとその中が普通に見えちゃうのよ、下見ると。チョコ線がそうそうそう丸見え、丸見えだったから、え、なんかパンツ見えてるよって言ったら、あ、なんかいいよ別にみたいに言われて、びっくりさ。でもそこはなんかちゃんと見えないように、見えないガードみたいなやつを貸してくれるんよ。それもでもいらないみたいな感じで普通に入ってっていやもうマジでさすがチョコ戦よ、すごいなって思ったもん。ラミその時さチョコ戦と遊んだのもやっぱ1回とか2回とか目だったからさ、いやマジびっくりしちゃって、すげえすげえこの人って。むしろ見せていく、いやまあね、まあチョコ戦の下着だったらね、見せてくれるんだったらね、じゃあ見ときましょうかみたいになるよねいいんですかみたいな。ラミーちゃんはどうしたの？ラミーと他のメンツはパンツってズボンかロングスカートだったんよ。ロングスカートはそのなんか反射でも見えなくて、足の一部が見えるぐらい鏡越しでも、やっぱスカートがちょっと短いと見えるんよね。ラミーと他のメンバーとかはちょうど見えなくて、まあ、ちょうどというかまあ見えなくて、見えなかったから大丈夫だったのっていうね、そういう話ね。懐かしい、かなたんとご飯に行った時の話なんだけど、おかしいな昨日スカートを履いて行ったんですよ。そしたらなんかもう下もガラス張りになってるところがあって、鏡張りになってるところがあって、チョコ先生見えてる見えてるって言われて、あみたいな、あよかった今日ティーバッグじゃなくてって思って、そうチョコ先生ってちゃんと勝利してある方ですか？え、勝利脱毛してるからちゃんとツルツルですけどいや怒られる怒られる、こんなこと言ったら怒られる、なんでもないです。